マゼンタのバトルクラフト。チャンネル登録よろしくね。皆さんこんにちは、マゼンタでーす。やってきましたということで、まずは化石が出てきましたね。新イベント最難関素材硫酸ゲットへの道実装記念ログインボーナス。おお、どういうことだろうこれは。なんかね、2回目のバトクラ史上2回目のアップデートが行われてっていうことで、なんかもらいましたね、スタミナ魚。ありがとうございます。メリークリスマスかっこ2021ログインボーナス。嬉しい、すごい。嬉しい。ルイちゃん出てきたし、あ、じゃあ見ていきましょう。おー、リンロー出てきた。ちょっと待って、いろいろあるな。そうですね、今確認されてる不具合は、まあいつもみたいな感じなのかな。はいはいはい。で、見ていきましょう。メンテナンス内容を今日も見ていきましょうということで。すごい。以下の更新修正を行っております。お一人様1回限定 SSR 1万以上確定ガチャ。どういうこと。はい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 。 SSR 恐怖に勝つ銀狼開始。あ、ガチャのことですね。どういうこと、すごい。2個あるってことは、なんだっけ、誰パターン、誰パターン、右京の前だったっけ、右京パターンじゃなくて右京の前、誰かあったよねこれ。すごい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 。嬉しい嬉しい嬉しい。うわー。で、新キャラ登場ガチャ、SSR 恐怖に、これ勝つだよね。さ、普通にさっき勝つって呼んじゃったけど。で、銀狼開始、新イベント最難関素材硫酸ゲットへの道開始、で、新イベント最難関硫酸ゲットへの道実装記念ログインボーナス、メリークリスマス2021ログインボーナス開始、育成応援キャンペーン開始。どういうこと。バージョンアップ 1.0 アップデート対応ということで、はい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 、もう最高。最高。ということで、まずは早速、もちろんでなんですけど、ガチャですね。それはもちろんガチャですよ。これ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 、これもいいけど、ちょっと待った、こっち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 、一回これいってみましょう早速。この銀狼かっこよくない。これは割合どうなってんだろう。はいはいはい、これはもう銀狼だけなんだね。はいはいはい。で、2.5、あ、50%。これやばい。誰だったっけ、右京の前だよね、ちょっと思い出します。あったよねこれ。お願い、くー、いきます。お願い。あー、来た来た来た、そうだよね、絶対来るよね。待って、お願い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 。2分の1の確率よ。言ったら、ちょっと待って、1枚しかない。これ2分の1で当たるのか。お願い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 。嘘だ、2分の1の確率で来なかった。嬉しいけど、待って、マジか。いきます。マジか、ちょっとショックが大きい。お願い、絶対来ると思ってたのに。あー、青い雫。マジか。あ、来た来た来た、お願いお願い。ちょっと待って、今ショックが大きいけど。マジで、なんで、ちょっと待って、私銀狼でこんな使うの。お願い、2分の1の確率じゃん。青きたー。けどどうなんだろう。あ、すごい。3枚。あ、化石、待って、嬉しい、化石きた。ちょっと待って、うるさい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 、音量下げなきゃ。ごめんねみんな、化
さ聞きた嬉しい。ギリギリジェム足りました。そこそこだよね。ちょっと待って、かっこよかった。待って、ちょっと化石みたい。ワクワクしちゃうの。すごい嬉しい。これで防御揃ったんだけど嬉しい。というかこの銀狼かっこよすぎない？よかった。これ3回目はその SSR が3体も来たっていう神引きだよね。私史上初かも、3枚来たので。安定に結構あの SSR の中で一番来てるのがこのゆずり派なんですよね。嬉しい。ちょっと待って、早速ちょっと見ていきましょうか。キャラですねこの間ヨウくん忘れてたからね、ごめんヨウくん。あ、化石、ごめん、ちょっと先に化石見させて。すごい HP がまず最初からえらい高いよね。マジか。すごい嬉しい。あ、スキルがすごいんだね。味方全体の防御力が 10% 増加するとか。味方全体の攻撃力が 2%。 あ、すごいね。あ、でリーダースキルがノックバック、防御でね、そうやってノックバックとかいいスキル持ってるのすごいよね。すごい。ちょっと待った、60で、そうなんだ、 HP が高いから強いんだ。あー、いたよー銀狼マジか。でもさ、銀狼も結構 HP 高いね。でスキルが、自分自身、あ、自身の攻撃力が 12% 増加する。で、スキル2は、これ防御なの？これ防御マークだよね。うそー。で自身の攻撃ヒット時に 80% の確率で HP が 1.6% 回復する。これすごいじゃん。マジか、 80% の確率で回復自分でしてくれるのすごいね。で、あ、味方均衡をノックバックさせるリーダースキルすごいね。味方均衡タイプの攻撃力が 10% 増加する。これすごくない？防御なのにさ入れてて、でそれで均衡タイプ揃えとけば結構いいよねこれ。マジか。これまずちょっとレベル上げてみて、そうだよね、ランクアップさせる手もありだよね。はい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 、割と強いかも。早いんだ。そして、へえ、面白い。ちょっとじゃあいきます。躊躇ない、本当にマジで躊躇なさすぎる私。じゃあ行きます、ランクアップさせます。あ、防御力も強いねやっぱね。はいはいはい。覚醒石は第 5を使っちゃうの。まあまあまあ5ぐらいはね許して。体重、まだ体重星5にしてないんだ、ごめん体重。はいはいはい。うわー待って、これ星4にできる可能性あるじゃん。ちょっと待ってね、ちょっと待って、ちょっと体重見ていいっすか。体重、いや、これはさせるべきか。ちょっと待って、ちょっと待って、これ見てみたいんだよね。はい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 。あ、こっちだからいっかな。40個か、うーん迷うな。ちょっと必要ならそうね。ちょっとで、ちょっとイベントの方でもしかしたらね、あの使うかもしれないから、銀狼をね、今回の銀狼をどういう感じなのか、なんか均衡タイプにめっちゃ強いみたいな話だからですね。はい、ということで、バトルイベント、あ、待って変わってる、変わってる。ちょっと待って、あ、すごい、あの強化ミニイベントにこっちは変わってるんですね。これはまあいつも通りということで、あ、すごい。でこっちが期間限定イベント、あ、すごいかわいい。バトルに勝利してイベントアイテムを、集めよう。なんか、何これ、何この木みたいな。でイベントアイテムがたまったら交換所で好きな報酬と交換しよう。すごい。待って、覚醒石今あとね、めっちゃあの台が欲しいって言ってたから、マジそれ嬉しいんだけど。それはいいね、この確かにその欲しいやつって人それぞれ違うから、今欲しいなみたいなもの。待って、このさちょっと分かんない分かんない、これ何これ。
しなやかな木、あ、これからさ多分あのなんだっけ船作ってったりとかするから2期が始まって、え、そうなのかな、マジ、え、ちょっと待って、え、これ流彩の道化石のこの絵、ちょっとこれこれやばい。で、ボーナスキャラ、あ、すごい、あ、これで違うんだ、え、なにこれ、え、なにこれ、 SR、 待って待って、ちょっと待って待って、え、ちょっと待って、これバグってるけどこれバグってるけど、え、ということでまずやってみたいと思います。はい、ちょっとわかんないです化石のことに関しては。ちょっと編成してきます、早送りします。上がらないだと？マジか。じゃあイベントマジで頑張るしかないって感じなんだね。メンテナンス&アップデート、マゼンタと一緒に見れて神引きしなかったけどちょっと楽しかったなって思ってくださった方はチャンネル登録、高評価ボタン、コメントもしていただけたら超嬉しいです。それでは